はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー、幼いでございます。今回は DX 対策講座オンラインということで1問出題させていただきます。弊社は心理学の会社ですが、実は組織内部の運営にあたっては DX、デジタルトランスフォーメーション的な発想を早くから取り入れてきました。IT 企業に所属していなくても DX への対応は急務です。この講座では毎回超短時間で DX に関する基礎知識を丸抜形式で出題していきます。 DX に取り残されていてまずいなと思っていらっしゃる社会人の方就職活動で差をつけたい学生の方を対象に出題していきます日本イノベーション融合学会さんの DX 検定の対策にもお役立ていただけるんじゃないかなと思っておりますちなみに DX 検定の出題範囲は大別するとビジネストレンドと先端 IT 技術トレンドになるようなんですが、えー、まあ何から勉強していいか分かりにくい DX にこのような一覧があるのは大変助かりますね そこで今回は DX 検定の出題範囲のビジネストレンドの中分類理論方法論から出題してみようかなと思います。実際に出たらいいですねということで早速問題です。えー、メトカーフの法則とはユーザー視点の思考と問題解決手法を掛け合わせるいわゆるデザインに必要な思考方法と手法を利用してビジネス上の問題を解決するための考え方である。 丸かかの二択でございますセカンダリーではこのように DX 人材を目指す皆様を応援しております。この DX 対策講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧は本動画の説明欄概要欄にございますのでぜひチェックしてみてください。ということでいかがでしょうか。正解申し上げてしまいます。こちらの問題、正解はですね、×でございます。無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました。 では簡単に解説です。